先日ですね、吉野に、行ってまいりまして、まあ、そこでね、いつも、買ってくる、くず餅がありましてね、今日はそのご紹介なんですけども、私がね、いつも行ってるのはこちら、吉野の、松屋本店さん、はい、松屋本店さんっていうところのくず餅が、大好物なんで、いつもここに行くとですね、くず餅とあと、まあ、くずの入ってるお菓子ですね、まあ、これを必ず買ってきて、食べてるんですけども、まあ、そこの店にね、行く前後の動画は、バイクで走ってる動画はね、この頭に、つけたいと思うんですけれども、今日はね、そこの、まあ、くず餅がどんな感じなのかというのをですね、ここでご紹介の方を、させていただきたいと思います。でね、もうちょっと中身も開けてこう切ってきてますので、こちらが、そのくず餅でございます。こんな感じですね。見えますでしょうか。黒蜜とね、きな粉、が一緒にセットになってるんですけど、じゃあいただきますね。はい、まずですね、普通こうくず餅っていうと、なんて言うんでしょう、ちょっとこう柔らかくてプルンとしてこうつるっと入っていくような、そういうこうくず餅が多いですよね。だいたいこうスーパーとかでも、売ってる和菓子コーナーとかで売ってるくず餅ってそういう感じのくず餅だと思うんですけど、やっぱりこの本場のというか、この松屋本店さんのくず餅っていうのが、なんていうんですかね、とにかくね、プルンプルンなんですよ。ちょっとね、なかなか分かりづらいっていうか伝わらないかもしれないんですけどね、ちょっといただきますね。歯ごたえがですね、多分皆さんの知ってるくず餅の1.8 倍ぐらい1.8 倍、2倍はないかな、 1.8 倍ぐらい、本当にプルンプルンで、このこういうなんていうんですかね、あの用事のようなもので切ろうと思ってもね、かなり弾力でこう弾かれるぐらい本当にプルンプルンなんですよ。で、すごいこれサクサクサクっていう、歯応えとぶっちゃけよく噛まないと飲み込めないぐらいの濃さはい、あのなんですよ。でこう分かりますかね、こうちょっとね、こう切るのも大変なぐらい本当に弾力があって、めちゃめちゃ美味しいですね。ここのね、くず餅、まあ、ここだけじゃないと思うんですけどね、本場のその吉野のこうくず餅をこう食べてしまうと、やっぱりちょっとスーパーのくず餅きついね。
なんて言うんだろう、こう目をつぶって口の中にこれを入れられて、で鼻をつままれて、これ何って言われたら、もしかしたらこんにゃくって言うと思うね。これこんちょっと固めのこんにゃく違うっていうような反応になると思うんですよ。そんな感じの食感、とにかく食感が素晴らしい。僕結構ね、自分の中でこう食感っていうのを結構大事にしてて、餅とかもそうなんですけど、本当にね、食感っていうものがかなり重視してるんですよ。でここの本当にくず餅っていうのは、食感とその味と、このきな粉と黒蜜の、まあ、この織りなすハーモニーがですね、もうとにかく素晴らしいですね。もうザ・ワっていう感じで、本当にこんな夕暮れ時にね、裸足でベランダで、たらいにね水をつけながらね、その水に足をこう浸しながらね、こういうくず餅をねいただくなんていうのはな、もう最高の贅沢ですね。うん、いただきます。くず餅最強。なんとかしてね、こう本当にこうのなんていうのかな、こう伝えたいんですけどね、この、食感をね、なかなかちょっと難しいですけど、こう切るのもね結構大変なんですよ。このくず餅はね、何回食っても飽きないですね。うん、だから吉野に行くたんびに絶対買っちゃいます。はい、またねバイク止めにくいとこなんですよ。止めにくいとこだしね、不便だし、分かりにくいとこなんですけどね、でもやっぱりね、あそこのそば行くと絶対これ買っちゃいますね。素晴らしいです。ごちそうさまでした。ということで今日ご紹介したのは、吉野のですね、松屋本店さんに、置いてます、吉野紀行くず餅です、本当に美味しいんで、ぜひもし吉野に行かれた方食べてみてください。超おすすめです。はい。